泉ひな。マジでそうなんだ。夏だ。最近このお弁当多くて。うんうんうん。嬉しい。一時期のお寿司じ、お寿司、うん。お寿司もめっちゃ美味しい。あとお茶漬けも出てるくない、めっちゃ。うん、今日もこれとお茶漬けやったもんね。うんうんうん。多分ね、近重さんがさ、うん、にさ、めっちゃさ、マジでお茶漬け美味しいですってめっちゃずっと言ってたからさ、近重さんがお茶漬けとか買ってくれる、買ってくれる。昼公演終わりです。すごい、お疲れ様です。なんかね、うん、ずっと喉が調子悪くて、うん、で最近治ったって思ったねんけど、今日公園でやっぱ、ね、出しすぎて、そうめん食べてます。またやばいですね、そうめん。これね、ナスです。ナス、これは野菜が食べれないのでかわいい、具材を全部どけました、うん、何もなしそうめんにしました。マジで美味しいです、そうめん。うんふん、そう、龍角散がみんなの相棒やって、昨日からずっと。うん、どうしよっかな、何グラ。元気になる一言って、確か。うん。冷やし中麺じゃなくて、冷やし冷麺、冷やし中華じゃなくて、そうめん。そうめん。冷やし中華もこの前、冷やし中華じゃないねん、これそうめん。これそうめんで、うん、この前は冷やし中華、この前また別で出てたんですよ、冷やし中華は。ちゃうな、あれ冷やし中華ちゃうな、冷麺か。冷麺。分からない。冷やし中華も冷麺ちゃう。え？一緒なん、冷やし中華と冷麺って。え？どうなんやろ。ごめんなさい、ずっと食べてずっと食べちゃってる。すいません。公園終わりってめっちゃお腹すくからさ、うん、お弁当とかさ、いくつ足りひんくない？わかるかも。なんか昼公園前にあんま食べへんやん。うん、なんかナスうま、冷たい麺全部冷麺とはやんとなる、確かに。麺太い、確かに。でも味はめっちゃそうめんですよ。うん、何も書いてない。冷麦って書いてある。なぜかこの皆さんに冷麦って何ですか。うん、何にしよっかな、なんぐら。元気出る一言。何言われたら元気出るやろ、自分。え、何やろ。アイス買ってんで、とか。アイスあるで、元気。確かに元気出るな。うん。出る一言。うん、夏だ、海だ、お祭りだ、元気出る。でも NMB の夏といえば夏コンがあるじゃないですか、うん、夏コン、うわ、なんかおる。めっちゃ夏の女が通ったな。夏の女がおったな。夏寒い、マジ地下ってなんでこんな寒いやろ。太陽光浴びたない、うん、マジでなんでこんな寒いやろな、地下って。窓作りたい。だってさ、うん、劇場から出た瞬間もわって、うん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 、熱気が。うん、
験して本人の音聞いただけで女が、うん、一緒に買いに行こうよ、うん、かわいい、かわいい系に振るかとか、そういうこととか、うん、夏子の、NMB48 のサマーライブ、それ一緒に一緒に夏だね。わかんないね、一緒に画面シール貼ろう。みんなが寒がる。ん？おだって元気が出る一言？うん、うん、元気が出る夏に。難かったらな。あ、NMB48 サマーライブ2024の、うん、うんうんうん、やっぱり夏やん、美味しそうなんかお弁当やん、せやで、ね、なじゃあ冷やし中華かな、いいな、ヒリオル、エヌのな、ヒリオルで毎回お茶漬けやっとくない、え、お茶漬けずっとやで、うん、あ、あれ夜やで、あれ夜とこれとお茶漬け、これは何、あ、何種類かあんねん、あっためっちゃいいやん、えし、あのスイカが出ます、スイカとパイナップルが出ました、スイートで果物が出ます、誰かからも、いや普通にお願い先輩さん、いいよ、いいやろ、うらやましい、うん、残中見舞いにファンの皆様が元気になるメッセージをお願いします、うん、難しい、今年の夏は一緒に過ごそう。王道やな。どう？王道。みんな何言われたら元気出ますか？水族館でスズメに行かへんっていいね。うん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 。うん、やばい、やばい、顎が割れる、残暑見舞い、残暑見舞い、残暑か、確かにひねりがない、浴衣で花火見に行こうとか、みひなちゃんからの一言なら何でも元気出るよ、じゃあなんて言うかな、なんて言うかな、あ、何にしよう、季節感バグる、確かに、ね、こんなダウンでな、外はめっちゃ暑いんでしょ、今信じられへん、初中見舞い、初中見舞い、え、残暑見舞い、初中やって、初中か、まあ、確かに初中か、初中見舞い、初中も一緒に過ごそうね、どう、初中って何なの、分からんじゃあ画面伸びるまだ食べてない、美味しいです。食べたい。難しない？うん。何グラっていつも迷っちゃう。うん、うん。うん。うん。決めた。え？初中はしょっちゅう会いたいね。めっちゃいい、めっちゃいいやん。うわ。すごい。出してくれはった。めっちゃいいやん、しょっちゅうはしょっちゅう会おうねにするわ、こっちも来てた決まった、なんやろな、よし、ちょっとおもろいやつがいい、1位になったら日傘かなんかやろう、あ、そうなんや、日傘か、うん、
ろいやつ期待してますってやめて。おもろいやつ、いやダジャレの時代、さダジャレがいいねんから。うん、決まった。うわどうしよう。初中見舞い、なんか麺が伸びてきちゃった。夏の暑い厳しい期間、特に夏の土曜の18日間、うなぎ食べる日や。うん、ってことはうなぎ食べたい。そうやんな、8月のさ、うん、あれってうなぎの食べる日やるような、うん、土曜の日やろ。そう、うなぎ食べたい。普通にうなぎ食べたい人、うなぎ食べたい、うなぎみんな、うなぎ食べに行こうよ。そうでしょうか、うなぎおごってうなぎ食べたいなー、うなぎ食べたいなみんな。あ、わかった、土曜の日は空いてるってうなぎ食べる食べる作戦あり。暑いからみんなとうなぎ一緒に食べに行かへん。そうやな、そっち系、うなぎみんな買ってみんなうなぎ、みんなうなぎ連れてって。そうしよう、じゃあうなぎをうなぎにします。アイス持ってくればよかったな。うん、熱い食べに行こう。土曜の日はうなぎ調べて、うなぎ連れてってね。もう7月終わりやん、来たんでしょ。もう7月終わりやばいよな、うん、めっちゃ早い、やばいな。うん、なかなか早い。うん、スワンボットってきてる。うん、でもうなぎみひなも食べに行きたいな、ほんとに。うん、うなぎ食べに行きたいな。今うなぎが食べたいかも。わかる、うなぎ食べたい、めっちゃうん、今日のタラサワコーラ、そうこれゆきのが買ってきてくれたんです、うん、よいしょ。なんかね、鼻とかがさムズムズしてたらさ目が赤へんくなるじゃないですかこの目がもこんなんなんですよ今。ごいっぱい鼻にした、食べた。暑い日にうなぎ食べると元気が出てる。そう、うなぎっていいよな、美味しい。美味しい、タレが美味しいな、うん、お寿司食べたい回転寿司行きたい。うなぎのお寿司食べたいです。花粉症の時みたい。そう、花粉症って今なんか飛んでるんですか。ふんふん、夜はうなぎをリクエスト。これが夜ご飯なんですよ。そう、これが夜ご飯。公演終わったら出るじゃなくて、公演前に夜ご飯。でも公演後にも家帰ってご飯食べる、うん、全然食べるよね。食べれますだってこれ今何時、4時とか、うん、4時とか、4時か、4時、おやつおやつそう、年中何かしら飛んでる。確かにめっちゃ早い夜ご飯です。今日ほんまに暑い。暑いよな、びっくりした、うん、今日昼公演やばかった。めっちゃ暑い。そう、寒暖差、ワンちゃん、あ、そうや、絶対そうや、クーラーのやつや、あ、声、うん、声とか鼻、うん、寝る場所クーラーが当たりの場所やから、やからね、昨日から長袖着て寝てる。うん、風邪ひいてるから確かに
かに暑い人泣きそうじゃない。もう今は寒いんです。これも絶対あるよな。でも公園の時さ、うん、めっちゃ暑いやん、うん、汗が引いてな、そうめっちゃ寒なるもん。後から寒くなる。でもこれ着ないとあかん。絶対劇場にお風呂が欲しい。シャワーが欲しい。外が見える場所が欲しくない。外ベランダ欲しい。ベランダ欲しい。ベランダ欲しい。テラス欲しいです。だって外見えへんからさ、うん、昼夜の日やったらもう12時間以上さ、うんうん、地下でさ、ね、外空が見えないんです。なんか冬の公園の昼夜はなんかもう朝もさ暗いやん、うん、で帰る時も暗いからなんか「え何?」みたいな。そう、行きと帰り見る景色が一緒すぎて、外出た時のなんか久々の空気感がすごい、なんかまた新しい空気が、あ新しい空気ってなる。ほんまにそう。ね、うん、地下ってほんまに涼しいねんな。ね、涼しい。来た時はな、やったと思うけどな、うん、時間たずっとここおったら寒すぎてもう、うん、冬はめっちゃ寒い。マジで寒い。寒い。そう、やっぱ暑いよな。太陽光浴びたいよな。太陽地下にけど窓ってさ、どう頑張っても無理やんな。どう頑張っても無理やんな。なるほどな。むずいね。日光当たらなあかん。ほんまにそう。元気出へん。もっともっと勝って。屋上とか行けないんですよ。うん、屋上ない。そうない。 NMB の劇場が近いから。確かに。ここから抜け出せない。そうやな。なんかいつかビルとかにはなんかけどどっかの48グループの好きにさやっけビルの中に入ってるって聞いたことある。え、そうなの、うん、え、ありましたよね。どっかの他の48の劇場でドンキホーテさんなんでビルの中に入ってる。すごい。なんか何劇場紹介みたいな動画が流れてきて見てて、すげえ。でも NMB の劇場めっちゃいいやんな、うん、めっちゃ広い。めっちゃ広いです、うん、確かめっちゃ広いよな、うん、なんか言うよな場所が、うん、メイク場所もあってダンスする場所もあって、着替える場所もあるし、こういう場所もあるし、ね、職員室みたいなあれはもう職員室学校みたいやな。そう、そうね、学校みたいなんです本当に、うん、教養部とこのパネル部屋、動画とか撮るやつと学校みたい、そう練習する場所、衣装部屋、メイク部屋で職員室。うん、なぜで職員室やんな、うん、そこ職員室、うん、職員室コンコンって職員。そうそう、照明もねすごい、セリも上がるし、なんか本店も新しくない。 AKB さん新しくない。え、なんの今来てる。今度本店もバイバイ。あ、バイバイ。帰んの。帰る。お疲れ、ありがとう。バイバイ。うん、時止まる。9月に一旦おしまい。あ、そうなんや。うん、そうなんや。新しくなるんだね。今日土曜日なんか。あ、だから出張公演ね。なるほどね。出張公演いいよな。いいよな、やりたいよな。出張してみた。めっちゃやってみた。だって今のやってるのさ、違う劇場でやるの絶対楽しくない。絶対楽しい。また新しい。なんかさ、HKT さんのさ、うん、劇場すごくない？花道みたいなのあるよね。そうなの？ありますよね、なんか。すごい。その DMM とかの配信もさ、カメラ、うん、ここら辺にめっちゃ近いからカメラビューとかしてて。すごい。新しいね。そうそうそう、花道あるよね。あれすごいよな。8月だ、もうすぐ。はやー、言うてる間にライブや。言うてる間にライブ。みんなけど世間の学生、世間の学生小学校とか中学校はもうそろ夏休みだし、うん、そうやね。あ、行きます。
じゃあそろそろランキングを読みます。13位なぞさん、ありがとうございます。12位ワンタンメンさん、ありがとうございます。13位11位サキーさん、ありがとうございます。10位ライブミットさん、ありがとうございます。ごめん読み方が。12位ケンケンさん、ありがとうございます。11位焼き鳥先生さん、ありがとうございます。10位7位タオさん、ありがとうございます。ユースリ、6位ナーテさん、ありがとうございます。ごめんなさい、英語苦手で、ありがとう。5位市川さん、ありがとうございます。あ、変わった、もう一回じゃあ読みますね。4位日高浩二さん、ありがとうございます。10位ゆうやさん、ありがとう。12位ゆりぱん、ありがとうございます。11位カヌーぶっちゃさん、ありがとう。10位ダンさん、ありがとう。9位キューマルさん、ありがとう。8位スネトラさん、ありがとう。7位ピコマル、ありがとう。夜公演も頑張ります。6位タツニー、ありがとう。5位レム太郎さん、ありがとう。4位ゆうすけさん、ありがとう。ゆうかくさん飲みます。3位バイバイ、みーちゃん、ありがとうございました。2位デビア、ありがとう。そして1位はよしさんです。ありがとうございました。残暑、なんだっけ、残暑見舞い、初中見舞い、あ、違う、そう初中見舞いはしょっちゅう会いたいね、会いたいねにします。ありがとう、バイバーイ。夜公演もよろしくです。